皆さんおはようございます。おはようございます。どうした、ソープ向いて。いや、ほんとなんかふてくされてる。いややってまいりましたよ。いや、急遽っていう、はい、ような感じでしたね。急遽なんですけど、ちょっと今日はですね、島根県隠岐へ釣りに行ってみたいと思います。はい。ちょっとだいぶ水温が下がってちょっと厳しいのは分かってるんですけど、もうちょっとこの辺りで釣りしてても厳しいんで、変わらずで、もう行くかってことで、はい、道中長いんですけど、とりあえず七類港、はい、という漁港まで向かって、でそこから、船に乗って行ったりますよ。いや、楽しみで本当に半分楽しみで半分不安なんですけど今回はあの師匠とかいないんで2人だけなんで、はい、もう不安でしょうがないんですけどもまあちょっとなんとか頑張って、はい、何か魚をね、とりあえず坊主じゃなければいいんで、はい、ほんとそれだけ、はい、とりあえず魚を釣らしてください。お願いします。はい、というわけで今から向かっていきたいと思います。お願いします。はい、到着しました。到着しました。船の揺れがすごくって、めちゃくちゃ船酔いして気持ち悪いです。すごかった、マジでヤバかった。でしかも朝から鳥天なんか食っとるけ、余計気持ち悪くてもうゲボりました中泊っていうところに上がってきました。とりあえず樽からやってみようかなと思ってるんで、まあ、樽をちょっとで軽く投げて、反応が悪かったらもうそこにすぐ変えて、はい、っていう風にやっていこうと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。やっていきましょう。ほっ、これそんな遠投はせずに近場で。はい、というわけで沖長江第2弾やってまいりました。初っ端から今までにないぐらいの船酔いで気持ちが悪いんですが、頑張ってやってきます。一応底カゴの方が良さそうな感じでは言われてたんですけど、まあ、まずは朝一樽でやってみようかなって思ってます。まあ、樽をちょっとやって反応悪ければ底カゴに変えようかと思ってます。今日は潮は流し潮で、もう今の時間はもう揚げの時間、揚げ潮に変わってる時間帯にもなっちゃってます。風は西の風が 4-5 メートル、波は2メートルから 2.5 メートルで、今のところこの後ろから吹く感じになってるんで、まあ、ちょうどこの正面に追い風になるような感じになってます。で一応聞いた話では水深が24メートルぐらい、もうちょっと先まで行ったら24メートルぐらいあるみたいで、潮は左から右にこう流れるのが本潮らしいですが、今のところ第1投目投げてみた感じではゆっくり左に流れてます。なので坂潮ですね。棚は竿1本半からちょっと始めてます。これで餌が、刺し餌がどうなるか、とりあえずちょっと餌をね、最初巻きたいんで、しっかりそういう意味も込めて樽から始めてるんですけども、ただね、この足元はね、ちょっと先まで行ったら24メートルぐらい水深があるとは聞いてるんですけど、この足元はもう浅そうですね。そこが見えてるんで、一応狙いとしては、まあ、グレの時期なんでグレが来たらいいなっていうのと、あとは大台ですね。ちょっと青物は厳しそうなんで、一応目標は大台でやっていこうと思ってます。で結構足場が低いんで、この波が上がってくるかもしれないです。それはちょっと気をつけないといけないなって思ってるんですが、
たまにちょっとかぶる時があるんで、どうなるのでしょうか。おお、一目かじられてる。頭なくなってます。追い風ではありますけど、結構風が強いですね。寒い。で、自分も遠投せずに、まあ、ちょい投げで、今投げました。でこの沖ノ島に来たのも遡ってみたら、まあ、約1年近く前になります。でもやっぱりこう人気でしたね。すごい人が多かったです。っていうのも今の時期やっぱりグレが来てる方が非常に多いそうです。カゴ釣りをしているのは僕らと何組かあったと思うんですけど、でもそんなにいらっしゃらなかったですね。深瀬の方ばっかりです。まあ、まだ1投目ですが、餌が残って帰ってきてます。で結構左に流れるのが早いですね、潮が。で今の季節やっぱりまあグレもそうなんですけども、まあ、マダイも釣られている方もいたんで、それが深瀬で釣られたみたいなんですけど、まあ、樽でも全然可能性あると思うんで、今日は渡船でここに降りるまでに2時間以上かかりました。あ、なくなってるわ。なんかおることはおるわ。刺しなくなってる。すごい景色。一つ一つの山がでかい。あの辺とかも釣りができそうだけど、足場が低いけ、タモ入れしやすしやすいな。おい。あ、でも餌取りはおるね。スズメダイっぽい。あとちっちゃいグレとか。あの鳥は全国どこでもおるな。同じ鳥ばっかり。この餌の匂いがすげえやばいよ。ちょっと収入効果あるとか言うと。いや、ここまで臭いと思わんかった。お前の車も臭いけど。いやあれでも結構マイターで。パブリーズやら、パブリーズに勝っとるもん。かなわんってこと。かなわん。意外に寒い。足が寒い。ちょ、まだな、あの酔いがまだ残っとって気持ち悪いけ、このうねり見とるだけで気持ち悪いんだよな。たまに唐突にすげえ揺れた時あったけど、あれが一番気持ち悪かった。みんななんか平然としとったけ普通なんだと思ったけど、心の中じゃおおって思ったけど、後ろ見たら平然とみんなしとったけ。いや、わからんね。みんな平然としとるけど、みんな心の中でうおーと思ってるかもしれない。いや、あ、入った。来たぞ。いきなり？来てないんかな。あれ、気のせいかも。わからん、なんか今、なんか来とる。イサキ、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 イサキ。マジ？イサキおるん？ウェーイ。おぉ、いるの？ウェーイ。いや、よそ見しとったらめっちゃ引っ張られたよ。ボーンつって。だけど樽なんか全然見てなかった。手元ボーンってなって、おーって思って、絶対なんか来たと思って。ちっちゃいけどイサキおるんだな。へぇ、イサキおるならちょっと話変わってくるぞ。イサキなんかだって、いや、想定が、もう頭の中になかった。やったい。ナイスイサキ。はい、よっしゃ、やったね。なんかまさかまさかと思ったけど、ちょっとちっちゃいですけど、久々のイサキなんで、ちょっとこれは確保してます。はい、やりました。ナイスヒット。まさかおるんだな。前回沖来た時はイサキが釣れたんですけど、この蓋を開けっぱにしててカラスに取られたんだ。カラスにぐちゃぐちゃにされたんだ。今回蓋しときます。てか、なんかあのもやもや、何、水面がなんかもぞもぞして、向こうから風が回ってきとんかな。イサキか。まあいいじゃん。でもいいな、イサキ。なんか今日のプランに入ってなかったもん。入ってない。なんか夕方みたいだね。朝って感じはせんけど。よかった、とりあえず坊主さんの免れたわ。いいですね。入った。お、入りました。イサキかもしれんけど。はい、ちょっと慎重に。気が弱かったらあんまりやらまかんほうがいい。イサキじゃね。サキっぽいっすね。ゆっくり慎重に。あたります。お、イサキおるな。いいやんけ、ええやんけ。やった。しかも結構長い間流してるな。流しとった。イサキパラダイスやん。自分にも来ました、イサキゲットしました。
まさかまさかの木の島イサキゲットしました。あれ餌残っとる。え餌丸々残っとるんだけど。マサヤン、ここに来て。マサさん、ここに来てマサヤンおる。しかも2人ともわりかし長い間流してて、だいぶ時間経ってから樽が入るんで、刺し餌がそれまでにずっと残ってるっていうことだし、仕掛けが入りきったぐらいのところで食ってるかもしれないですね。なんか前回来た時はすげえ潮が早かったんだけど。早かった。今回はそうでもないの、ゆっくりだ。まあ2人ともイサキがとりあえず釣れてちょっと安心。もう帰ろうか。でも浜田でやってやっとったらイサキ多分釣れんけどな。釣れないですね。まあ高島だったらまだ可能性はあると思うけど、うん、浜田で今イサキなんか聞かんけど、それで言ったら来た甲斐はある。そうですね。うわめっちゃ塩重た。塩かこれ、結構重てえぞ。え来た。いやなんか来とるっぽい。タラ入らんかったけどな。回収中に来たかもしれん。絶対これ塩じゃねえ。これ塩だったらすげえわ。激塩だよ、激塩。激塩だよ。またイサキかな。イサキかな。イサキだな。ちょっとちっちゃくなった。なんか黒くね。やば、楽しい。楽しい。やったー。もうちょっとサイズ欲しいですけどね。まあちょっとそんな贅沢言っとれません。やったー。ババアが欲しいな。ババアおらまいで。さすがにイサキが溜まっとるのは溜まっとる絶対。それはそれでまあ嬉しい。樽入らんかったのに回収しとったら来たけど。やっぱこうでなくっちゃ。なんか風が急に風向き変わって向かいに変わったで。なんか急に向かい風になったけど。なんで。どういうことな。こんな急に変わる。さっきまで追い風だったのに。おい、なんか鳥が増えてきたな。鳥は増えに行け、魚増えてほしいけど。あれどっかで聞いたことあるね。パオンつって久々になったな。ピエンからのパオンつって元気になってきたでわ。だいぶ余裕が冷めてきたで。回復した。だいぶ回復してきたで。飛ばし出したで。さあ本領発揮ですね。うん、ちょっとずつ良くなってきた。そうでなくっちゃ。ちょっとずつここのムカムカ掘れてきた。ムカムカしたらピエンからのパオン。揚げ塩か今。揚げ塩。あ、そうですか。大大根かの。鳥が一斉逃げていった。フェイントダウンまた持ってくる。あれやめて。イサキのあたりが急になくなりましたね。消えた。あれ以降帰ったんかな。お疲れっすっつって。お先っすっつって。まあそれはそれ、なんか別の魚来てくれたらいいけど。潮は相変わらず左で坂潮中でございます。沖に出てくれたらなんかいい魚来そうだけどな。あっちの方にずっとなるんだな、うん、反対なんだよほんまに。どっちかって言ったら当て塩だもんな、ね、今。当て塩ってほどでもないけど、あんまりよろしくないんかな。まあ今日は流し用でなんか上げに入ったり下げたり上がったりでいろんな塩が混ざってるんで、どっかでいいタイミング来るかもしれないしね。ずっとなんか上がりっぱなしとかずっと下がりっぱなしとかじゃないけど、変化は結構ある。めっちゃ遠投してみたろうか。ちょっと遠投してみた。それで来たら正解ってことやな。これ多分どん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 魚大きい出ていっけ。本当に急に当たらなくなったの。何なんだろう。あ、でも前回のあの縦傘。あ、くっさ。汁すごいで、あれ。くっさ。そっちも触ってる。なんかスルメの匂いですね。足の裏の匂いする。そう、個人差あるね。なんか足元にスズメダイとちっちゃいコッパグレーがおるけど、本当にこんなところにこんなでかいグレー来るんかな。いや信じがたいけどな。信じがたいよな。でもそう見えてるけどな、そこ。今日はあの本当はあの前回しぶり上がった時に弁当があったんで頼んで、お昼その弁当食べてって感じしてたんですけど、今回浜吉丸さんにお世話になってて、弁当を頼もうと思って、今回も頼もうと思って頼まずに来て、船が出航する前になってから、これ弁当ってどうやって注文するんですかって言って言ったら、してないよって言われて、で自分はたまたまちょっとなんかお腹空いた、小腹空いた時のためにまあおにぎり1個買ってきてたんですけど、やさおさんは何も買ってきてないんで。お、入った、入ったでー。ヒット。おい、ヒット。おにぎりフィーバー。イサキだな、たぶん。
結構やっぱ長い間流してる。めっちゃ軽い。さっきより大きいぞ。え、気持ちだ。ちょっと太くだったのかな。ほんと気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。ナイスイッチ。いや、イサキを釣らせたら避けするけど。イサキだけは。イサキだけ。ということで本日の磯は中泊という磯に来ているんですが、ちょっとこちらを紹介していきたいと思います。まずあそこのカメラが置いてあるところ、ここに船をつけてもらいました。降りた時はなかなか狭いところだったので、荷物の上げるっていうのがなかなか難しかったですね。まあ、ここも乗り降りする際は足元がだいぶ注意しないといけないかなと感じました。でこういうふうにちょっと溝がすぐあるので、よそ見をしていると結構足を取られるっていう感じですね。でここが一番高いところの景色になります。そんなに高くないんですね。下の方まで降りれるんで、こういうふうに荷物を各自置いて、で今、代理さんが釣りをしているところ、こちらが、1箇所で、もう1個自分がやっているのがここですね。ここは2箇所釣り台になります。おお、何か気張ってらっしゃいますけども、あ、何か大物でしょうか。何ですか、テレビの取材かなんかですか。いや、 YouTube ですね。 YouTube です、はい。結構見かけますよね。顔は映さんといて。こういう風に降りていって、でこういう低い段があるので、まあ荷物を置いたり、必要最低限のものを、釣り座の方に持って行って、まあ、ここで釣りをしているという感じです。で足場なんですけど、こういう結構穴が開いてるような岩場になってます。結構ピトンとかは打ちやすいんじゃないかなと思うんですけども、でこの釣り座から遠投するにあたっては後ろは何もないので、結構投げやすいです。なので気にせずに釣りができるっていうところですね。で向こうの方もずっと景色が続いてます。すごい綺麗。もういくつも島が成り立っているんで、こういうところがもういくつもあります。でこっから見えるこの向こう側にもうっすらと島があるんですけども、ここも釣りができるところじゃないでしょうか。すごいところです。中泊の、磯紹介でございました。お、来た。お、何、何、何、お、結構いるぞ。本当？ちょ、左に来た方がいい、左に。こっちに。そこ、背があるっていう。引く？おお、なに、タイじゃね？あ、待って待って、そこ背があるぞ。負け負け負け。ゴリ巻き、ゴリ巻き。青物？青物じゃね？待て待て、青物だ、青物。もう大丈夫だっけ、焦らんで大丈夫だっけ。針が外れん限りは切られんけ。浮かせて、もうちょっと、もうちょっと浮かして。はい、あらす。何、回収しようと来た。回収しようと思って前取ったら来た。ってことは差し付いておったからってこと。やったやん。そこ多分うっすら見える。この辺多分背がある。そう、背入ろうとしようと思った。あ、マジで。まあよかったか。よかった、やったな。はい、皆さんやりました。ワカナでございます。40センチぐらいかなと思います。いや、びっくりしました。結構手前に行くにつれて結構引きが潜るような感じがしたんで、姿見たらワカナちゃんでした。ワカメちゃん。いや、ワカメちゃん。ワカナです。お兄ちゃん。一番兄弟の中で真面目です。やりました。まさかまさか。まさかだな。はい、上足一本当たります。さっきの俺のワカメのモノマネ似とったな。お兄ちゃん。お兄ちゃん。